調査官、あいつらはやっぱりここにいたよ。どうだ、この愛子様の EPS2.0 はすごいでしょう。カイがどこに隠れていても見つけることができるんだ。この犯人を知ってる？施設でボランティアをしていたらしい。はい、彼の名前はシングです。何年か前にボランティアをしていましたが、詳しくは覚えていません。そう、職場で不満を溜め込んでいたから誘拐行為に及んだ可能性は高いわね。いえ、でもシングは私たちを守ってくれたし、助けを呼ぶことも許してくれました。あなた調査員なの？そうでないなら勝手に結論を出さないで。それは自分自身に言い聞かせなさい。余計なことに首を突っ込まないで。ステイシーが来るとは。この二人は学生時代から仲が悪かったんです。深海して生まれたフェリニアンスのほとんどは同じ学校に通っていた。あの頃のアイコは今よりももっとわがままだったので。今回は喧嘩にならないといいのですが。首を突っ込まないで。おせっかいなのはあなたたちの方じゃない？調査長の補佐官とストームアイの初期として、私には事件調査を監督する権利があるわ。ホーウェル調査長が管轄外からチームを派遣したのはもともと規則違反だし、あなたたちの行動はさらに重大な越権行為だわ。そんなことより、アイコたちはただ人助けをしに来ただけよ。アイコたちが来なかったら院長さんやこの子たちはどうなってたと思う？その責任を取れるの？それに周辺のチームが全て別の場所に行かされていなければ、私たちがわざわざここに来る必要もなかったよ。こっちに喧嘩を売るより勝手に持ち場を離れたものを調べた方がいいんじゃない？私はでーさっさと帰れ、告げ口しかできないケチンボ。あなたたちの言動は全て報告書に書いておくわ。よかった、喧嘩にならなくて。あのケチは自分が悪いと分かってるから喧嘩なんてできないよ。調査官、これからリサーチ班が鑑識を行う予定なので、シングを本部に戻しましょう。私がここに残って院長さんと一緒に子供たちのお世話をしますわ。この事件の後、施設に対する議会の態度が変わるはずです。院長さんと相談しなければなりません。心配なさらないでください。すでに解決策を思いついていますわ。お兄さんたち、やっと帰ってきた。大丈夫だよ。エリーをさらおうとした悪い人はもう捕まりました。あの人はどうなっちゃうの？死んじゃうのですか？深海士には死刑制度はありません。その場で撃たれない限り、せいぜい無期懲役になるだけかと。またエモーションに関する特殊なケースであるため、専門の病院に送られはしますが、命を落とす危険はないでしょう。そっか。エリー、彼のことを憎んでいないのですか？わからないです。エリーは、あの人を憎むべきなのですか？
申し訳ありませんが、今日はもう閉店です。俺だ。ただの同僚だ。信用できる人だから安心しろ。電話では言えないことがあるからここに来たんだ。とにかく俺たちだけで話せるスペースを用意してくれ。まず言いたいのは、今日はよくやった。若い頃の自分を思い出したほどだ。俺の期待を裏切らなかったぞ。おいおい、俺の話はどうでもいいってか。結果は出なかった。あのボランティアは何も言わなかった。開花している段階なのに自制できるとは。本部は彼を ERC に送ることに決めた。いいのか悪いのかわからないが、とにかくこれで一件落着だ。これからはトラブルを起こさず堅実にやっていこう。この件に関しては追跡調査するつもりだが、建前上はここまでということになる。失望したが、俺もだ。でもそれが現実なんだ。俺だって諦めたくない。でも調べることによって引き起こされる連鎖反応、支払われる代償、それは想像できないほど大きなものだ。俺は恐れない。こんなクソ役職を何年もやっていて、とっくに飽き飽きだ。でも毎年どれくらいの人がこの町にやってくるか知ってるのか。その中で何人が就労資格を得られるのか分かってるのか。新海市の市民がやりたがらない汚れ仕事をこなし、いつか自分たちの力でここで暮らせるようになることを望んでいたんだ。その人たちにも子供がいる。生きていかなければならない。でもリスクに対応する能力がない彼らにとって、トラブルに巻き込まれればそのまま死んでしまうだろう。両親を亡くした子供たちは孤児院に入れれば幸運だ。そうでない場合は路頭に迷うことしかできない。もし調査が続けば、圧力を受けた議会は必ず何かを行い、いわゆる新しい規範を策定するだろう。しかしこういう新しい規範が弱者のことを考えてくれるのか。そうなればその人たち、その子供たちが犠牲になってしまうかもしれない。それは支払ってもいい代償なのか。まだ納得できない？お前が求める真相は人の命よりも重要なのか。落ち着けおっさん。こんな年になっても気が短いままなんだな。俺は車に戻る。よし、彼はもう行ったから我慢してないで笑いたければ笑え。盗み聞きするつもりはなかったんだけど、さっきまでここにいたのよ。あなたたち警戒心がなさすぎじゃない？所長さん、さっきの話が他の人に聞かれたらどうする？心配しないの？心配無用だ。グレイミストがいてくれるから何の問題もないはずだ。さて調査官、状況は分かっているはずだ。これからおっさんと私は表向きの手助けはできない。でも落ち込む必要はない。私たちは介入できないが、正義はいつでも君の味方だ。やりたいことをやればいい。理想は空想するものではなく実行するものだ。あら、なんて奮い立つ言葉かしら。所長と調査長はかつて同じチームだったと聞いてたけど、今でもいい仲間のようだね。さあな、
そろそろ行かないと。とにかく気をつけて。